まった縁妃だ。あ、縁妃だ。縁妃もこのタイプ。今年の料理王決定戦はリーユエ七星主導のもと、さまざまな機関が運営に携わる大会となっており、予選と決勝戦の2段階に分かれている。すでに予選は終了し、リーユエの各地域から集まった猛者たちはふるいにかけられた。本日その予選で残った2名の選手が決勝戦で相まみえることとなっている。決勝はこれよりこの場で皆の前で行われるぞ。審判として私は委員会とリーユエを代表し、決勝戦の公平と公正を保証する。続いて本大会の審査員を紹介しよう。審査員はデンチュエン、リョウコウ殿、ユウヘン、コクセイ殿、そしてベテランの食通、天王寺。この3名に加え、委員会は会場にお越しいただいた観客の中から10名を選び、両選手の料理を味見していただいた後投票をしてもらう。つまり計13名の審査員がおり、それぞれ2名の選手に票を入れることになる。票数の多い方が今年の優勝者だ。おお、盛り上がってきたぞ。それではいよいよ待ちに待った選手入場の時間だ。さあ、左に立つは敵歌集予選のシード選手。包丁に漂う香り、怪盗の胸郭、現象。よろしく、みんな。わあ、現象も決勝戦に進んだんだな。現象、いつもの調子を出せ。お前は王の…右に立つはリーウェコー予選の実力派王者、猛火の嵐、妙手の料理娘、シャンリン。あー、そして彼女の謎の助っ人、無名の生き物、クーパーだ。みんな、私頑張るよ。さあ選手たち、私に宣誓を。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負することを誓ってくれ。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。私も公平、公正、平等を原則に決勝戦を見届けよう。続いて審査員の行幸殿に決勝戦のテーマを発表してもらう。皆さん、今年の料理王決定戦の決勝戦にお越しいただき感謝します。主催側を代表して今回の料理のテーマを発表するわ。て、陸水の儀。今年の月酔い祭の食と参加にぴったしだな。大地と水の流れ、その両方を表現してるみたいだ。本大会に細かな決まりはないわ。二人には料理で勝負してもらう。提出、それでは二人の活躍を期待してるわ。決勝戦の調理時間は1時間。主催側が用意した食材を使って料理を作ってもらう。それではリーウェ料理王決定戦決勝、はじめ。みんなにお前の実力を見せつけてやれ。旅人とパイモン、
ないと。主催側が用意した出汁は。主役だから迷わずみんなの助言通り少し胡椒を入れて風味をアップさせよう。問題ないわ。それにその助っ人がよからぬことをしているわけでもないしね。若者同士の対決これについては私が説明する。この決勝戦開始前に委員会は、シャンリンは優秀な料理人で、シャンリンの料理はみんなが死んけど、今は同じように現象選手の方は。そうだよ、グーパーは私の助っ人じゃない。ただ料理をしてみんなに保証。私も防除旅館でゲスト。なるほど、面白いじゃない。天王寺、あなたはどう思う？文句などないということで。現象だ。俺もよくわからないんだ。ものすごく緊張しまって。深呼吸して気を楽にして。私も親父を。だって私はそうしてきたんだもん。ガラ、じゃあお袋のことを思い出し。ならないよ。何？俺も。うんうん。俺はシャンリン、あとそこのああ時間だ。両者ともに料理を完成させた。次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう。完成した順にまずシャンリン選手から料理を紹介してくれ。私の料理主菜、料理のテーマは私の主菜。ジョジョジーはリーウェ算数に最後の水晶エビは米、エビのむき身、人参で作る料理で、エビは海の贈り物、米の皮で。素晴らしい解説だった。俺の料理は船長賞ミントの和え物、エビのポテト包み揚げだ。シャンリンが言ったように、船長賞はリーウェの目。この料理は副菜のミントの和え物は、そしてそれでは審査。素晴らしいわ。どちらも緻密に。シャンリン選手の発想は、このジョジョジーはと。この船長賞とても美味しいわ。リ、それではまた。イン、本物の食通なのに。おいらに。お、皆さんお待たせした。投票結果、それでは行幸殿、リーウェ料理王決定戦決勝の結果を発表してくれ。今年のドキドキ。一票差でやったー。おー、接戦だったみたいだな。やっぱり
勝負の末、今大会の優勝者が誕生した。リーエ構築のシャンリン選手が1票差で、勝負は必ず決するものだが、票数がほぼ同じなのは驚きの結果だ。観客の皆さん、リーエの皆さん、大勢のご来、ああ帰る際は他シャンリンのとこに行ってみよう。もちろんだ。さすがだ。うん、お前の料理はあなたもね。お前はいい相手だった。うん、次は約束だぞ。旅人パイモン、お待たせ。ママママ後でまた会おう。行っちゃったな。そういえば、旅人、さっきの試合、国政は、いいえ、審査でもしゃけど、これはオイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にし、みんなここに。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの。料理対決の時は斧が心に従うようにと私の祖父が言って。もちろんだから、私はあなたの言う。そうよ。真剣な顔。うん、国政は自分。うん、私言ったでしょ。ぬるま湯を求め、逆に国政は責任感が。それに行幸さんもこんな感じなんで。行幸さんは身分や地位を気にしないし、大胆な人でしょ。国政もあの人みたいに、もっと肩の力を抜いてよ。旅人、そういどう。